1番になっている。最後は 1V1 だ。ウブカニューキャッスル。いやもうニューキャエグなしでも大丈夫。負傷警護。あ、うまキャンセル。うまえ、うまいな。最後のキャンセル、キャンセルみたいなのでかっこいいことあるんだね。うまかったっすね。フィニキャンとか素晴らしかったですよね。車線のバス立て風呂キャンセルとか、なんか最近なんかよく聞くけど、キャンセル系でかっこいいことあるんや。風呂キャンって何なん。ちなみにフローキャンセルすんの意味がわからないね。さあもうフローキャンセル界隈スプリット2プレーオフなんでキャンセルする。普通に入らない人はわかる。フローにあんま入りたくないなって人はわかるけど、そのキャンセルするってことを予約はしてたんだよね。フロー入るって頭の中で。なんでキャンセル、なんで予約したじゃん。もともと入らない予定だったらいいんだけど、なんで予約した。なんでドタキャンする？飛んでったのを見ていったんじゃないですかね。脱いで泣いて寝る？意味がわかんない？寒いだろ。温まれや。バス取り行く判断。ドライヤーと保湿がなくてキャンセルする。あ、まあでもそういう気持ちはわかる。まあでもどっちかっていうと俺サウナとか温泉大好きだ、大好きマンだから、なんか湯船に浸かるの大好きなんだよな。一日の疲れが全部リセットされるわ。だから俺。マジで時間が切羽詰まってない限りは湯船浸かる。シャワーで済ませない。シャワーじゃ済まさない。聖徳太子は一度に10人に話しかけられてもガチなんかな。俺基本的に人って話盛ると思ってんだよね。話盛った方がおもろいやん。でその話盛られた話をさらに人に伝える時ってその持って伝えるんだよね。持ってまたその人が言うと盛るやん。でその人がまた人に伝えるとき盛るやん。だからさ、盛られて10人だと思うんだよね俺。でも最初俺の予想、最初の本当に現役は、え、もうしゅうさ、この人マジ聖徳太子さ、え、普通にさマジでなんかね、普通に俺と話してるときになんかそのもう一人いたんだけど、そのもう一人の話もなんかうっすら聞こえてたっぽいんだよね。がどんどん盛られに盛られたんじゃないかって思ってるんだけど、どうなんだろうね。わかんない。俺結構マジでひねくれてるからな。ひねくれてるからそうって思っちゃうのかな。奈良の大仏建てたの誰ですかみたいな。聖武天皇ですとかも、いや大工でしょって思っちゃうタイプなんやろ。結構終わってるから俺なんかそういういや大工じゃないってなっちゃうよね。もしテストにあって大工って書いて罰されたら、えってなるもん俺。大工じゃないのって、って一人でってなるもん。まああんま友達はできそうにないか。マジでイラつくだろうな先生ならってこんなクソガキが。先生、聖武天皇じゃなくて大工が立ってたんじゃないですか。時代が時代ならやばかったか。え、てか東京タワーって命綱なしで建てたって。ま7ポイントで最近知ったよな。命綱なしだったのエグくない。30ポイント広く言えば肩車なわけねえだろ。プレーオフにたどり着いた40チームはすべてこういった舞台でもチャンピオンを取る。